久保さん、今回、行にしましょうか。滝行、行、業生活の中心を支える仕事、暮らしの手立て。業業、うん、生活の中心って何ですかお金じゃないですか。 朝、歯ブラシを磨く。つまり、水道の蛇口をひねる。お金が流れる。<laughs> どうすかね朝、朝ちょっと歯磨きしたくないですか久保さん。ね、朝って口の中ちょっと気持ち悪いじゃないですか。多分、歯磨きはすると思うんですよ。水道ひねるじゃないですか。お金が流れるんですよ。<laughs> うん、電気つクーラー、 つけたいじゃないですか。扇風機つけたいじゃないですか。つけた瞬間電気代が流れるんですよ。<laughs> うん。やっぱ僕がラッキーだったのが、やっぱ、このもう18年ですか今年で。まあ17年、18年。あの、お金についてこう、いろいろやってきてよかったなと思いますね。うん。だからまあ、 一般の人はやっぱここまでお金のね、えー、ことに関してはあまり考えないし、逆に言うとお金のことはあまり考えたくない。うーん。まあ逃げてるわけではないかもしれないんだけども、まあ深く考えてないというか、うん、考えてるんだったらやればいいし。だ考えてないのかなぁ。 どうなんですかね。だか思う。まあ、松下幸之助さんの、ね、思うっていうのは僕は好きなんですけど、思うことだよと。でも、思ってもやらないっていうことは、それは思いなのかと。妄想なんじゃないかっていう、思いではなくね。ああ、いいなーっていう。ね、一億円当たったらいいなーっていう。まあ、思うことは誰でもできるんだけども、思うこと大事。でも、思うこと誰でもできるんですよ。だから、それを行にする。 思うを行にするってなかなかいいんじゃないですか。<laughs> 思うことを行にするっていうね。うん。うん。だここの考えたことを行動に移す、思ったことを行動に移す、そしてえ結果を出す。うん。このプロセスっていうのは非常に難しい,い,いかもしれないけれども、うーん。 うーん、それをね、できるようにしないとね、うん、生きていけないですからね。また僕、あの、9月ね、Z の車検なんですよ。稼がないと。<laughs> 車検ですよ。う。んとね、車検がね、まあ、今年の2月に買ったんですけど、車検が、こ、9月までだったんで、すぐ車検なんですよ。お金また出てきますからね、稼がないと。うん だ常にね、僕はやっぱ売上げのこと、お金、お金のこと考えない日がないですね。うん、売上げのこと、お金のこと考えないことがまず、一日もないんじゃないかな。ずっと考えてません、ね、なんか、お金のことに関しては。うん、お金っていうか、なんかまあ、業っていうかまあ、仕事なんで、売上げみたいな感じでね、売上げどう出していくのか、どう稼いでいくのかっていうとこを考えてるんですけど、 今月も何売ろうかなとか、来月どうしようかなとかうん、考えてますね。だって、まあね、ビジネスやっていくんだったら、集客して売るだけじゃないですか <laughs>。それを遂行していくだけですよね。すごくシンプルな公式で、まあビジネスで売り上げ作りたいんだったら、集客して売る。それだけなんですよ。うんだからまあ日々、まあ、 無料のコンテンツをアップして、まあ、集客活動して、で、売っていくぞもうこれだけなんで。うん。ただそれだけをやればいいっていうね。うん。でもなんかみんなそれができないですよね。あの、まあ、コンテンツは作れないっていう。うん。非常にね、これはね、なんなんですかね。 うんまあ、久保さんもね、昔、その、一人一人会ってね、一人一人にセールスしてたと思うんですよ。ね、当時、書道は。僕も最初は、その、Facebook で、これ多分、本にも書いたと思うんですけど、Facebook って、なんか、誕生日、この、ポップで出てくるじゃないですか、この人が誕生日です、みたいな。だから、その、一人一人にね、誕生日おめでとうございます、みたいな動画作ってね、送りつけたりとかね。 要はまあその僕からこうアプローチしていくっていうこともしてましたねうんただそのコピペの DM みたいなのは送らなかったんですけども少なくとも誕生日おめでとうぐらいは別に送ってもいいんじゃないかなっつって送ってたんですよ結構やりましたねだいぶだけど何人かにやめてくださいって言われましたけどね <laughs> 迷惑ですみたいな、ね、そんな感じで言われたことあるんですけど でもね、僕は集客していかないといけないですから、集客する上でのフックとしてね、あ、この人、なんか動画撮ってくれたっていう、何かそのインパクトを与えないといけないじゃないですか。久保さんのコメントじゃないですけども、集客するためには選ばれないといけないので、他の人とは違ったアプローチですよね。うん。だコピペの DM を送ったことないけども、そういうのはやりましたね。うん。まあ僕も、 最初は。まあ今はね、YouTube で、まあある程度ちょっとは集客できるようになったんで、まあ本数もだいぶかましてるし、もうアクセスがないってことが、久保さんもアクセスがゼロってことが多分ないと思うんですよ。アナリティクスでね、YouTube の。でもそれは、一番最初は動画撮ってもアクセスゼロっていう時もあっただろうし、一番本当に最初はね。うん。だから今ね、この億万長者合宿でもね、ゼロないですよね。多分ね、 再生数少なくてもゼロはないですよね、多分ね。ちょっと久保さんの見てみましょうか。久保さんの億万長者合宿のやりとり。うん、ゼロはないですね。ゼロはないな <laughs>、ねそう。僕の動画も久保さんのチャンネルでアップされてますけど、ゼロ、ゼロはないですね、うん。ゼロはないな。 そう久保さんのチャンネルなんだけど、僕の動画も再生されてるっていうね。<laughs> 何なんですかね。まあすみません。僕はね、今公開の仕方を変えてるんで、ゼロはあります。一気に。多分8月は一気に、その多分ね、700分、今700分くらい溜まっちゃったんで限定で。まあこのやりとりも限定でやってやる、今やってますけど、そのうち8月公開しますけど。ただ一気に700分くらい公開すると、あの、さすがにゼロは出てくるんですけどね、僕の場合は。 うん、でもその一日一本ぐらいのペースでアップする動画に関してはゼロはないですねうんう,うん業にしていきましょう朝起きたら金が消えていくんですよそれ,だそれも考えてそれ多分それも考えるとか意識も多分してないんじゃないかなと思うんですよね、うん そうなんかそのお金のことを勉強するようになって1円も大事になりましたよね1円のことさら考えるっていううん今度ねまた商品8月に安い商品を売ろうと思ってるんですけどこれ価格設定も999円にしようかそれとも990円にしようかこの9円の差どうしようかなと もう9円の差はすさ考えてますからね。こうどっちの方がいいかなみたいなね。999円で行くか、990円で行くか、9円。うん。でもこの9円で仮に、例えば990円にして、990円だから1人多かったら売り上げそっちの方が高いじゃないですか。ね。でも999円と990円で並んだ時に、1人こっちの方が、999円の方が1人少なかったら、こっちの方が売り上げ少ないわけですよね。 9円の差で。みたいなそういうことも考えるわけですよ価格もねどうしようかなみたいな普通に考えてますね。うん。だからなんかそのお金の勉強するようになったお金のこう、ねまあ、発信を僕はしてるんだけどもよりやっぱうん向き合うようになりましたねお金に対して。 1> 1円のことすら考える特にまあ僕なんか商品毎月売ってますんで価格設定に関してはどうしようかなとあと最近また8月からね新しいその YouTube のサブスク始めるんですよでこのサブスクもねすげえ悩んだんですよ価格を今勤務研究所っていうねメンバーシップ390円でやってるんですけどもまあもう一つねちょっと R の部屋っていうのを作ったんですけどこれいくらにしようかなっていうで YouTube のメンバーシップは価格一回決めたら変えられないんですよね でどうしようかなと思って、まあ、いくらだったらこれずっと取れるかなみたいなね <laughs> でそれはお客さんの,その全部見てあこれだったらいけるっていう価格にしましたからねあこれだったらお客さんの負担もないしずっとずっと課金できるんじゃないかなっていうずっとですよずっと永遠に <laughs> 死ぬまで課金っていう <laughs> これだったらいけるっていうふうに今回もしましたんで ただ390円より上げてますけどね。うん。だから最初はね、まあ、ヨザーさんみたいな12000マックスしたいんですよ。本当だったら。本当だったらマックス12000なんですね。たぶん、YouTube の,あのメンバーシップマックス一2 0 0 0で、ヨザーさんそれやってると思うんですけど。数が少ないので、本当だったらその、単価た上げたいんですよね、僕は。ヨザさん多分ね、前、まあ、言ってましたけど2000万ぐらいなのかな ?YouTube のこの、 メンバーシップで毎月2000万ぐらいあると。年間で2億か、2億以上か。まあ、僕なんかね、久保さんもそうですけど、2000人ね、無理ですよね、多分。どうですか。<laughs> 2000人無理でしょう。久保さんもメンバーシップやってると思うんですけど、2000人無理じゃないですか。だからまあ、客数が少なかったら単価上げるしかないので、本当はね、マックス1万円ぐらい取りたいんだけども、 まあ、いろいろお客さんのそれを見,、うん、見つつ、うん、まあ結局僕はコンテンツ売ってるんであのそのメンバーシップで売り上げを上げるというよりかは大きく売り上げ上げるのはまあそこであの信用信頼を作ってでコンテンツを買ってもらうという流れなんでまあいいかなと、うん、まあそういうことをね常にやっぱ考えてますね まあ僕は仕事ですからあ、思いを行に変えろと言ってらっしゃい。